平成25年10月に寝屋川市ふるさと大使委嘱状交付式が寝屋川市役所で行われました。ふるさと大使は市の PR をはじめ市民の市への愛着や誇りを高めることを目的に創設したもので、第1号として寝屋川市出身で大相撲幕内力士の防衛道関が就任しました。広くふるさと寝屋川を伝えていただきます。寝屋川市の知名度の向上、また報道の向上にもぜひお力をお貸しいただきたいと思います。寝屋川市出身として今後もさまざまなところで本日いただいた名刺を使い、ふるさと寝屋川を発信していきます。市民の皆さんと触れ合う機会を作り、市民の皆さんの共同愛が高まるように頑張ります。寝屋川市で行われるいろんなイベントに参加したり、もっと大使としてアピールして寝屋川をアピールしていきます。寝屋川市を広く伝えていただいて、そして市民の皆さん方と防衛道的が触れ合って、そして郷土愛が深まるということを期待いたしているところでございます。はい、豪栄道関が所属する境川部屋は3月場所中、寝屋川市内に稽古場を設置します。力士の名前が入った上りも掲げられています。新成人の皆様には成人の日を迎えられたことを心よりお祝い申し上げます。私は寝屋川市出身というご縁から、昨年の10月に寝屋川市ふるさと大使を仰せつかり、日々寝屋川市を積極的に PR しております。私の成人式は7年前でしたが、1月の初場所のため参加できませんでしたが、僕らは支えながらですが、このような形で寝屋川市の成人式に参加できたことを嬉しく思います。本日は社会人として認められた日であり、また大人としての責任ある行動を取らなければならない日でもあります。このことを今後自覚して行動していただきたいと思います。私も社会人として寝屋川市民の応援をいただいて、それを糧に3月の大阪場所には活躍できるよう精進してまいります。寝屋川市といえば豪栄道、豪栄道といえば寝屋川市と言われるように頑張りますので、今後ともたくさんの応援をよろしくお願いします。新成人をお迎えになられた皆さん、本日は本当におめでとうございます。新寝屋川八景の一つである成田山不動尊で行われた節分祭に参加し、多くの参拝客に福を巻きました。琵琶湖号復活プロジェクトアドバイザーの斉藤幸乃さん、寝屋川市立整備小学校の児童のみんなと一緒に、京阪電車寝屋川車両基地に保存されている琵琶湖号を見学しました。ふるさと大使委嘱状や特大名刺、平成25年9月場所で受賞した殊勲賞のトロフィーなど、市役所本館1階ロビーや寝屋川市駅南口1階の市役所サービス処寝屋川屋で展示しています。今後もふるさと大使として様々な場で市民の皆さんとの交流を図っていく予定です。